他我叫2994。哎，好嘞，好，再见啊。好嘞，谢谢。不客气，好，再见啊。谢谢啊，不客气，好，再见啊。宅配ライダーとして北京で食品などを運ぶ劉偉さん。新型コロナ対策による営業規制で家族が営むマッサージ店が倒産し、妻と小学生の息子を河南省に残して去年から出稼ぎを続けています。八九点只要你自己想干或者更晚一点，然后可能一天跑个七八十单，对，七八十单，然后这个收入也比较可观。对，今や中国社会に不可欠な存在となった宅配ライダーですが、その9割以上は地方からの出稼ぎ労働者です。失業者の受け皿にもなっていて、劉さんが所属する宅配大手だけでも新型コロナの感染拡大後の数ヶ月間で100万人以上のライダーが新たに加わったということです。宅配ライダーを始めるのに特別な資格は不要です。一般的な出稼ぎの仕事に比べ収入が高く、働きに応じた積み増しも大きいことから、体力のある若者たちに人気の仕事となりました。とはいえ、冬はマイナス10度を下回り、夏は40度に迫る北京において、宅配は過酷な仕事です。当時有遇到事故、就是、你比如说像这路口、小路口、有的时候走得比较急、車子肯定骑得比较快。ライダー同士での競争もあるようで、彼らが使うアプリではその日の成績がリアルタイムに表示されています。システムが指定した時間に遅れれば罰金を課されるため、時には逆走もお構いなしです。夕方の配送ラッシュを終えた劉さんが向かったのは電動バイクのバッテリー交換ステーションです。街中に設置されたこんな棚から充電済みのバッテリーを取り出して交換します。一天换需要两次。一天换两次。对，有时候冬天的话，可能要换的更多一点。ものの数分で交換を終えると、リュウさんは再び夜の街へと走り出しました。リュウさんが帰宅したのは午後9時ごろ。月の家賃が7万5千円ほどの部屋には、同じく出稼ぎにやってきた5人の宅配ライダーが共同で生活しています。この日は先に帰宅した仲間が夕食を作ってくれていました。部屋には2段ベッドが並び、食事用のテーブルと仕事用品以外に家具を置くスペースはありません。生まれも年齢も過去の境遇も異なる彼らですが、目標は一つ、お金を稼いで家族らのもとに帰ることです。多挣点钱、然后完了回老家、就山西面食系列这些自己原先做过、应该可能快的话可能就一年，慢的话可能就两年。跟我亲戚一起干装修，还是继续干装修。你作业写好了没有啊？出了事。他说你们几个没事啊？你这个写好了。離れて暮らす息子とのビデオ通話を欠かさない劉さん。一月に15万から20万円の収入のほとんどは家のローンと息子の教育費に充てられます。就给你打电话的时候，有的时候就会问你啥时候回来呀，啥时候回来呀？肯定想呀。你不但这个想孩子，还在想你。北京にいる間は一日も仕事を休まない劉さんにとって、唯一の楽しみは数ヶ月に一度の帰省です。この取材の翌月も劉さんは帰省する予定でしたが。午後9時を過ぎたところで、マンションに住む人全員に対して PCR 検査を行うという通達がありました。現在マンションの前はですね、大混雑となっています。新型コロナの感染再拡大により、中国各地で厳しい対策が実施されました。こちらは都市全体のロックダウンが行われた上海で撮影された映像です。働かなければ収入が途絶える宅配ライダーたちは、家に戻ると外出できなくなることを恐れ、橋の下で野宿を続けていました。
现在就已经达到最多的时候应该达到50-60人。分了然后又没开水泡，后面只能干吃嘛。感染は北京でも拡大し、劉さんが住むエリアも一時封鎖されてしまいました。封鎖の解除後も実家に帰れば1週間以上の隔離が必要となるため、劉さんはしばらく帰省を諦めることにしました。啊，所以说就现在就期望着这个疫情赶快过去，然后可以回家去看看孩子，好了。中国政府が続けるゼロコロナ政策の下で感染者数は抑えられた反面、経済活動の厳しい制限などで仕事を失った人も少なくはありません。人々が日雇いの仕事を求めて集まる北京郊外の地区では、この日仕事が見つからなかった甘粛省出身の呉さんが途方に暮れていました。とはいえ、これまで大手通販企業などで仕事をしていた呉さんは、自分の車も持っています。コロナ禍で失業者が増え、条件に合う仕事が見つからなくなったといいます。就发愁嘛，一天在待着咋整？现在连个住的地儿都找不到。你像疫情严重，人多了都搁那闲着呢。你给180，你愿意干，你不干有别人干呀？人闲着那么多，人家不怕找不到人吗？中国の建国記念日にあたる10月の国慶節連休、北京の大通りには5年に一度の党大会を祝う飾り付けが設置され、祝賀ムードを盛り上げます。しかし劉さんにとってはどこか遠い世界の出来事のようです。政治一般东西咱从来没考虑过，当领导啊，有的当得好或者当得不好，咱就是我感觉离得比较远啊。トップダウンで突然始まる政策や規制に翻弄されながらも、中国の人々は己の力の及ぶ範囲でもがいています。北京で2回目の秋を迎えた劉さん、家族が一つ屋根の下で暮らす目処がつく日までこの街を走り続けます。